妖者出現に呼応して妖魔が各地を襲撃していた。英雄たちは討伐軍を組織して対抗したが、妖魔の勢いは衰えず、戦いは一進一退を繰り返す。そんな中、討伐軍の連士のもとに味方が襲われているとの報が届く。その時、連士のそばには異界から来た二人の英雄がいた。かつて自分が経験した魔人による惨禍を妖魔との戦いに重ねる女戦士レイチェル、そして人々を救いたいと願う聖女ジャンヌ・ダルク。これ以上妖魔の好きにはさせない。思いを一つにした三人が今武器を取って立ち上がる。平和を取り戻したいだけなのに、そのためには戦うしか道がないなんて。妖魔を全て潰せば戦いは終わる。だったら迷っている暇はないわ。今の私たちには生き残ることが第一です。あなたには苦しい選択でしょうけれど、でも私たちが戦うことで守れる人がいる。そう思うから私は戦場に立てます。戦わなければ味方の苦しみは終わらない。それでもよかったらここに残ればいい。いいえ、私も戦います。いつか訪れる平和を信じていたいから。あれは、やっ、中央の砦で民が妖魔に襲われています。何としても助けなくては。急いで向かいましょう。行くわ。妖魔の勢いはまだまだ衰えない。でも必ずこの手で狩り尽くしてやる。消え、この地にはこれほどの妖魔が。お待たせ。私はまだ戦い続けなければいけないのですね。行くわ。消え、目障りめ。最小限にとどめた方が甘いわよ。奴らに容赦はいらない。戦いを少なくしたいのはなおのことよ。人間どもめ、数が増えたくらいでいい気になるなよ。二人とも落ち着いてください。今は言い争っている時ではありません。妖魔は続々とこちらへ向かっています。ひとまず守りに徹してはいかがでしょう。分かったわ。ここで妖魔を投げ払う。それでいいわ。待ってください。砦を守らず攻めに出るのですか。人間どもめ、調子に乗るな。目障りね。とどめよ。はっはっ。おお、一段と冴えておいでですな。目障り。防戦一方。こんなやり方では妖魔を潰しきれない。いいえ、焦ってはなりません。妖魔もそのうちおまかしびれを切らすはずです。してくださると信じておりました。ご助力感謝します。負けられない。おお、勇気を。目を見張るばかりの戦ぶり。未来に希望を。おい、骨ごと噛み砕いてくれよ。負けられない。おい、
骨ごと噛み砕いてくれ。そろそろ疲れてきたんじゃないか。ここらで終わりにしてくれる。これぐらいにしといてやる。行くわ。お任せを。やった、どきなさい。お、申し分ない働きだ。ふーっ、どきなさい。やっ、ふっ、はーっ、どきなさい。ふっ、やっ、どきなさい。ここで口当てろ。やった、どきなさい。せいぜいあがくがいい。敵を打ち取ったわ。やっ、どきなさい。おお、一段と冴えておいでですな。どきなさい。ダッダッ、やっ、ハッ、ダッダッ、ハッ、ダッ、どきなさい。おしまいにする。メッセ、ハッ、ハッ、どきなさい。ダッ、ヘッヘッヘッ、骨ごと噛み砕いてくれよ。落とせ。おしまいにするわ。せいぜいあがくがいい。ヨーマ、ミカゾも減ってきました。もう少しの辛抱です。負けられない。はい、行くわ。この世界から戦いをなくさなくては。彼らにずっと笑顔で暮らせるように。戦いたくないと言っていた。案外やるわね。できることなら戦いたくはありません。今は皆のために戦います。戦う理由なら人それぞれ。迷わずに戦えるのならそれでいいわ。見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。消えて、目障りね。メッセ、消えて。消えて。守りきれたようですね。目障りね。これで南軍は大丈夫でしょう。とどめよ。南軍は陥落寸前と聞いてよ。とどめよ。敵に相当な猛者が現れたということか。とどめよ。ならばそれもよい。強き者ならば我が君主とするまでよ。来た。あんな男に私は操られたりしない。一段と冴えておいでですな。はっはっ。骨ごと噛み砕いてくれよ。帝軍山でのこと、目指して許せない。私も皆もあなたのくぐずになどなりません。ねえ、我が愛のくぐずとしたかったが、今日のところは引き下がろうぞ。人は悲しみ、大地は傷つき、戦いはいつまで続くのでしょう。敵をすべて潰すまで終わりはしない。守りたいものがあるのなら
そのくらいの覚悟はすること。ええ、それでも私は、人には皆それぞれの思いがあります。悲しみも優しさも、そしてそれを束ねることで人は強くなります。共に進みましょう。それがきっと時と場所を超えて出会った私たちがなすべきことです。朝の光、待ち遠しい。いろんな思いを束ねることで強くなれる。蓮子殿の言葉には光を感じました。私たちがこの地で出会ったのは、人の力を一つにするためなのだと信じます。私はただ魔人を、この世界ではあの妖魔を潰すために戦ってきた。戦うことでいずれこの闇夜が明ける。あなたの言う平和もきっと似ているわね。皆が戦いの終わりを求めて、そのために戦い続けている。そう信じるからこそ強大な妖者にも立ち向かえるのです。さあ戻りましょう。私たちの力を待っている人たちのもとへ。